私は今近江八幡市安土町旧岩家住宅に来ております。前回三井アウトレットパークに登場してくれた蘭丸くんがカフェを開いているということで、早速伺ってみたいと思います。この番組はご覧の提供でお送りします。ラーメンセゴ丼。安土町観光協会のジョンネンさんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと先ほどね、はい、蘭丸くんをちょっと見かけたんですけれども、はい、蘭丸くんのイベントとか、はい、開催されてるんですか？はい、あのカフェ蘭丸と言いまして、はい、月1回蘭丸くんの登場するカフェがあります。今日はここでやってます。蘭丸くんに会えるということですごく楽しみです。はい、はい、よろしくお願いします。イベントというのは他にも何かしていらっしゃるんですか？はい、今日ここではあのボーリスのこの岩家住宅、旧岩家住宅ですが、公開とそして収蔵品を一部展示しております。展示中にはそれとあの町内外の方々に吉ペン画の展示とか書道で竹道路というものを展示しています。竹道路というのは一体？妄想だけに、はい、あの工夫というかカットしまして、あとランプが入ってるんですけれども、とっても後でまた見ていただいたらどういうものかが分かりますので。なんか私の今のイメージの中すごい素敵なものが浮かんでるんですけど、はいはい、蘭丸くんの灯籠もあります。見てください。すごく楽しみにしてます。はいはい、こちらの建物は、はい、アニメにも登場するとお伺いしたんですけれども、はい、京都アニメーションの中二病でも恋がしたいっていうアニメで、今多くの方々が若い層の方々が、うん、あの遠いところからいらっしゃってます。そうですよね。はい、こちら建築としてはすごく歴史の古いものなんですかね？はいはい、築100年大正2年に経ちまして100年目を迎えています。安土特別100年という題しまして、今回公開をちょっといつもよりも期間を長くしてあの公開しています。ということは歴史好きな方にもおすすめの場所であり、はいはい、またアニメが好きだという若い方々も来ていただけるという、はい、すごく素敵な場所ですよね。ボーリス建築の初期のものですので、ボーリスさんの建築の好きな方、伊庭さんの伊庭定吾さんをまた勉強したい方々、うん、そしてまあアニメの方、アニメ好きの方っていうので、うん、たくさんの方が来てくださるといいなと思っています。そうですよね。私もすごく楽しみです。早速ご案内していただいてよろしいですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。今旧岩手系の中に入らせていただいたんですけど、早速案内お願いします。はい、どうぞ。こちら和室です。すごい襖がすごく綺麗です。こちらは春をイメージされてるんですか？はい、春の絵ですね。おぼろ月夜と菜の花と空豆みたいな、ね、絵が描いてあります。蝶々も飛んでますよね。はい、こちら蝶々の隣には蘭丸くんの竹道路が、はい、今回展示してもらっています。すいません、すごく可愛いですよ。可愛いですね。ね、はい早速この中に、はい、すいません失礼します。はい、すごい立派な掛け軸が並んでおります。はい、これはあの近藤浩一郎さんの春夏秋冬の図っていうので、真ん中のだるまはここの今襖絵を描かれた高倉寛外さんっていう方 の絵です。掛け軸になります。すべて素敵ですよね。はい、こちらが春夏冬と秋になってます。そうなん、はい、すごく素敵。こちらのお庭もすごく素敵ですよね。はい、今ちょっと新緑の時期でこれからお花が咲きますけれども、はい、気持ちのいい風も入ってますので。そうですよね。はい、座って外を眺めてて絶対すごく心が落ち着きますよね。はい、ちょっと次、すごい立
派な階段があります。はい、あの段差は低いんですけどここも丸くなって、そしてあの光を取り入れる大きな窓が特徴です。おしゃれですよね。さっきまで和室だと思ったんですけど、はい、こちらから洋室にガラッと変わったんです。すごくおしゃれです。はい、この向こうがまた、はい、暖炉のある洋室です。はい、どうぞ。すごく素敵で賑わっております。はい、こちらには、はい、暖炉も。そうです、おしゃれな、ね、暖炉でタイルが貼ってありまして、おしゃれな色合いですしね。いろんな柄がありますよね。はい、素敵ですよね。はい、ここにも大黒さん、ね、はい、いらっしゃいますね。これも立派で素敵です。はい、すごい繊細な技術ですよ。はい、そうですね。そちら側にも袋が、はいはい、こちら鳥もいますね。そうですね。はい、優しい階段ですね。そうですよね。ね、お年寄りにもね、ね、歩いてる感覚もすごく心地いいです。はい、こちらのそれでは洋室の方へ。はい、はい、洋室ですね。はい、わ、素敵。こちらは、はい、こんな感じの明るい洋室です。素敵ですね。こんなところで寝ることができたら最高ですよね。はい、とても気持ちいいと思います。ねえ、はい、どうぞ。こちらありがとうございます。こちらの大きな洋室になります。香りがすごい、入った瞬間の香りがすごいですよ。はい、こちら暖炉になりまして、暖炉、先ほどとはちょっと違う、はい、感じが違いますね。感じですよね。はい、こちらどういった形式ですか、ね、と形式までは素敵ですよね。でもそうですね、石で、はい、できているんですよ、ね。はい、さっきまではこのレンガだったと思うんですけど、そうですね、おしゃれなあの色付きのレンガが今回あの統一された茶色になってますけれども、ね、はい、ここにね本とか置かれるとか、はい、おしゃれですよね。はい、石を取り入れながらも洋が入っているという、ね、はい、素敵です。で、戸はまたね和風なんですよ。あ、これはあのソテツを、こちらがソテツで、向こう裏側が表側というか滝になってますけれども、お寺なんかのね一枚戸で和風の戸が入っています。すごい素敵です。はい、子供ね、金具も昔のものです。蘭丸くんカフェやってるって本当ですか？私も行きたい一緒に行きましょう、レッツゴー。蘭丸くん、いろんなもの売ってるんだね。見て、ヨシガクとか、こちらストラップとか、こちら衣笠三観音の新しいキャラクターのストラップも売ってます。蘭丸くんのストラップであったりだとか、こちら蘭丸くんのブローチだとかブレスレット売ってます。蘭丸くんはカフェもやってるんだよね。ケーキセットで中身はケーキとコーヒーが売ってあるということで、みんな来てください。早速用意していただきました。こちらが蘭丸くんのカフェのケーキセットとなります。季節に応じてケーキの内容が変わっていくんですけれども、今回はアップルパイだそうです。蘭丸くん、いただいてもいいですか？じゃあ早速いただきたいと思います。ちょっと切ってあったのね。いただきます。甘くて美味しいです。ほんのりあったかいというのがすごく甘さに響いてすごく美味しいです。蘭丸くん美味しい、私も嬉しい。クリームもあるんで早速つけて食べたいと思います。ちょっといただきます。いただきます。冷たいホイップクリームがこのあったかいアップルパイに伝わって、すごくとろける感じで口の中がすごい甘いパラダイスが起きております。美味しいです、やっぱり美味しい。それではインタビューをしたいと思います。こんにちは。こんにちは。本日はどこからいらっしゃったんですか？岐阜県、遠いとこから。こちらの感想はいかがでした？今までにいくつかボーリスの建築を見たんですけど、はい、それよりもちょっと和風が多く使われてて、逆になんか住みやすいかなっていう印象を受けました。そうですよね、素敵なところですし、はい、住みたいですよね、やっぱり。こういう家に住みたいですね。すごく年季のある、重みのある空間を味わえてすごい感動的でした。
うですよね、素敵ですよね。岐阜からいらっしゃったということで、岐阜と滋賀のちょっとどういったところだったっていう感想もお伺いしてよろしいですか。そうですね、あんまり岐阜だとこういうボーリスとか、そういう有名な建築家の住宅とか古いものがそんなに自分が知らないだけかもしれないんですけど残っていないので、まあ、近江八幡とか安土とかいっぱいこういう古い建物が残っている滋賀県だけどちょっと羨ましいなと思いましたそうですよね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日は常念さんありがとうございました。ありがとうございました。私蘭丸くんに会えてすごく楽しかったし、はい、嬉しかったです。よかったです。はい、それでは見ていただいている方々に PR をお願いします。はい、ボーリス建築の旧岩家住宅の公開は6月の2日まで公開しています。はい、5月の12日からあと日曜日ごとにここが空いております。10時から3時まで公開しております。ぜひ皆さんいらしてください。そしてすごい大イベントですけれども6月の9日、はい、通常ですと6月の2日が信長様のご命日なんですけれどもその前後ということで今回6月の9日に信長祭りがございます。皆さんご存知だと思うんですけれども武者行列お姫様を含め400人近い方々の行列が駅からそれこそ10時半ぐらいからこちらの方に駅の方に集合しながら多分11時ぐらいになるかと思うんですが安土の大山まで武者行列お姫様いらっしゃって素敵なあの時代模様が繰り広げられますのでぜひ皆さんいろんなことを催し物がございますので楽市もございますしお堀巡りもございますしそれからステージ発表等がございますしいっぱい盛りだくさんに今イベントを企画中ですのでぜひいらしてください。お待ちしております。お姫様私もなりたいです。はい、本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました